上がり道がね、同じような魔法が見えるはい、八幡平寮ということで使ったんですけど、あ、この前は病院が、はい、時ですね、はい、あそこにこう写真を飾りましたので、あ、ね、まあ綺麗に、ね、整備されていますけども、そうですね、はい、でまあ憩いの場ということでベンチを作られて、あ、はい、食堂と、うん、で1階は外来、はい、美智子様のお部屋でわざわざ作ったんですよ、今の皇后様の、はい、で美智子様のお部屋がここですね、はい、これで、そのお部屋をここで解体するとき、はい、病院の壁を欲しいという方で私来たんです。うん、そのここで業者にお願いして、そのコンクリートの破片をやったんです。そしたらね、はい、壁の白からグリーンになって、はい、緑ですね、はい、でまた白になって、はい、それからなんで茶色の薄いのが美智子様の部屋と、あ、4階に塗り替えてました。うーん、老朽化してきたと、あ、老朽化で、うん、それで一応壊しましょうと、うん、いうことで権利がたまたま、はい、あったということで、はい、移住したんです。下の方は違いますよ、はい、上の方へこう植樹したっていう感じ、大きな木ですね、この松的なもの、これは杉の字は植樹したやつです、はい、それから七カモって歌です、はい、この三神さんっていうのは、はい、松尾公明書を始める前からあったんです、はい、だからご神体は裏を見ますと、はいはい、明治45年になっています、はい、来てるんです。ここにお賽銭箱を置いたんですけども、はい、なくなるんですね、取らなくてもいいな、よいしょ、いやいや、その階で感じしてるんです。で、はい。うん、約束があるんです。ここに看板が、三神さちの風化しますので、ここに取っておいたんです。今ほとんど2年経っても、ね、やはりこれだそうです。これあ、なんか小さい、いやいや、もっと大きかったんです。何ミリか、はい、何センチかね、うん、小さくなりましたよ、あれ、あのように、うん、じゃ当時はもうちょっと一回りぐらい、まあ、こんなぐらいだったんです。グラマンですね、グラマンでやられたんです。うーん、8月の9日ですね。お前はやめたさ、